さんじゃん。ありがとうございます。なるほどね、そういうことね。江川太郎左衛門、江川太郎左衛門さん、よいしょ、ペイ。よし、ちょっとここではお、ヤスさんありがとうございます。ヤスさん、ヤスさん、ヤスさん、こんばんは、こんばんは。あ、皆さんちなみにギフトの中のどっかに、なんだっけ、どこに入ってるんだっけ、レインボースター、レインボースター入ってるので、ぜひレインボースターある方はレインボースターお願いします。そう、知らぬ間に入ってたりするからね、レインボースター。そうそうそう、次の時間書いとこう。次は19時、違う、21時15分です。こんばんは。ここではなんか作戦会議じゃないですけど、なんかやってほしいこととかもしあったら聞きたいなと思って聞きたいんですけど、もしなんかある方いたらお願いします。コスプレとかはするんですけど、コスプレ配信とかそういうのはするんですけど、もぐもぐ、あね、もぐもぐもね、確かに。もぐもぐ、もぐもぐね。占い、あ、占いはね、朝やろう。占いはもう、占いいいよね、あれ。いいもの見つけたよね、占い。よいしょ。カラオケ、カラオケ。確かにカラオケもいいね、カラオケ。もぐもぐ、占い、カラオケ。占いはね、やるんで、やるのよ、朝。よいしょ、カラオケはね、やろうね。よいしょ。お、お父さん、ありがとうございます。よいしょ、ポチ。カラオケ、コスプレ、コスプレはするんよ。コスプレはちなみに、メイドと、ハロウィンの時にやったチャイナがあるんだけど、そう、その2つはやろうかなと思ってます。ツインテール、ツインテールはね、ツインテールはもういっぱいやるよ。わかんないけど、ツインテール、わからん。あ、2位な、ん、あ、違う、3位です。2位、あ、2位、あ、本当に2位だ、ありがとうございます。あ、2位だ、ありがとう、嬉しい、2位だ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、やった、ありがとうございます、本当にありがとうございます、ありがとう。あ、ピアノ配信、ピアノ配信、ピアノ、おすすめ漫画、漫画不況、あ、いいね、おすすめ漫画とかもいいね。なんかみんな今まで私がやったやつをちゃんと言ってくれて嬉しい。おすすめ漫画紹介。こんばんは、こんばんは。コスプレ配信、そう、コスプレはするの。メイドとチャイナはやる予定だから、そう、それ以外だとなんかあるかなっていう。こんばんは。ちょっと今字汚いけど、今こんな感じ。
あやてつはねやんないよ。あやてつは愛媛限定。セーラー服、あーセーラー服ね、制服系ね、制服、なるほどなるほど。料理配信、あだ名付け、あいいね、料理配信、料理、あだ名付け、お絵かき、お絵かき。あとドボンもしよう、ドボン。TikTok 映像撮ってるの配信、あ、TikTok 撮ってる配信？一人ファッションショー、あ、ファッションショーね。ファッションショーもいいね。ファッションショー。こんばんは。クイズなぞなぞ大会、なるほど。クイズなぞなぞ、謎解きとか好きだから謎解きとかいいかもね。あやとりコラボ、コラボ配信、メンバーとコラボ配信。こんばんは、こんばんは、こんばんは。弟くん小学校卒業おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、みんないっぱい意見言ってくれた、ありがとう。弟と話してみたり、あ、いいね。確かに弟ちょうど春休みだし出てくれるかな。思春期だからな、出てくれないかも。こんばんは。メイク、あ、メイクもね、メイクもいいか、メイク、はいはい。じゃあ突然ですが、今からツインテールしたいと思います。あれ、櫛どっか行っちゃった？ん？あれ？あった。ピアノ、あ、ピアノね、書いたよ。あやちゃんが食べる食べず嫌い配信、食べず嫌い配信。あ、すごい、自分の地毛が見えちゃう。なんかこんな長いの久しぶりだからちょっと戸惑っちゃうわ。こんばんは。てかさ、前回さ、ひろゆきさんにさ、なんかひろゆきさんのツイッターにさ、なんか一つあの希望のツイートしてあげますよみたいなさ、そのなんかテレ東番組の特典みたいのがあったんだけどさ、そのあれ良かったなってちょっと思い出した。久々すぎる、信じられない。ツインテールってこんな感じだったっけ。よいしょ。どう？若い？
好きな最強ついて似合いすぎてキュンセスなんて二つに結んだの大人たちは男たちは首あゆうたさんゆうたさんタワーありがとう首だけでいこんばんはこんばんは押せる本当押して押しちゃえ押しちゃえでもやっぱ時計がちょっとツインテールでした。なんか久しぶり久しぶりですなんか。夏いねでもあの頃はさここの髪の毛を出すとかさなんかそういうおしゃれなことはさなかったのよその時代は今はなんかツインテールもおしゃれになったよねうんあすごい久々にしたわどうですかロング時代を知ってる皆さんお久しぶりですじゃないこんなロングなのはねちょっとここのねぴょんぴょんが気になるもう見慣れた？見慣れました？ツインテール切った時はショックだったけど今では短いのに慣れてる。わかる。そうなのよ。みんなそうなの。みんなそうやって言う。こんばんは、こんばんは。いやー、おもろい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。中学時代を思い出す。メンバー知ってるの？わかんない。TikTok とか見てくれた子は知ってるんじゃない？でもユーナに言った。ユーナにエクステしてくるわって。ご飯食べれたんですか？まだ食べてない。のよ実はおせんべいだけ食べてきたお腹空いてないのなんかでもまだ8時だしなみたいなさっきはるぴょんがあやねちゃんの配信見てましたおほんとじゃあはるぴょん知ってるん。
ちなみに明日のスケジュールはあのビスイベントの時にやってたのとほぼ変わんないと思う。朝やってお昼前に1回やって、お昼3時6時7時8時9時10みたいなぐらいかな。また発表しますが、スケジュールはちゃんと後ほど。本気やん、本気や、本気やで。前回のスケジュールよくできてたものね。そう、前回のスケジュールよくできてたよね。1位目指して、そう、1位目指して。身体測定、あ、身体測定、身体測定って需要あるの？一応身体測定もねやっていきましょう。まあ、前回とどう変わってるかね。いや緊張するわ。いやでもちょっと愛媛でちょっと引き締まったかなって思うの。ちょっとちょっとね、うん。じゃあ身体測定しますか。怖何キロだろう、何キロだろう。最近測ってないからな。目と目の間が狭まってたりして、本当？そうなってるかな。前回38キロだったっぽい。ああマジで、やだな。じゃあ体重は非公開にしよう。それより痩せてないとやだもん。髪伸びたの？そう、髪伸びた、髪伸びました。よろしくお願いします。目と目の間4センチ。ああそれは変わってないかもな。前回よりも軽かったら教えて。分かった。こんばんは、こんばんは。でもなんか前回のイベントはなんかそのもう一日何枠もやるっていうのを初めてやる初めてだったから、すごいもう焦りまくったり、なんかこういろいろ慣れないことがいっぱいだったんだけど、なんか今回は前回のイベントをやったせいか、なんかそのある程度やり方は分かってるし、その時間の決め方とかもなんか理解できてるから、なんか前回よりね、なんか気持ちが軽い気がする。わかんないけど。
なんか全然体力的に軽くなった気がする。やっぱりね、初めてのやつって結構カロリー使うもんね。そうだから今すごいね、全然なんかめっちゃ元気だなと思った。まあ1日目って感じだからそうだけど、1日目だから当たり前だけど、なんかすごい、あでも前回経験しといてよかったのかなって思った。お、黒すみくるいさん、群マニア、マリアちゃん、すみるい、るいくる、るいくるさん、群マニア、こんばんは。今来たんだけど、今ってもしかして2017 2022年なんですよ。2017か。2017年だったね、これは。ロップが21時15分になってるのはなぜ？次の配信が21時15分からってことです。ツインテ、そうツインテ、TikTok、 ほらそう TikTok ついちゃった。ツインテールの感想、ツインテールの感想、久しぶりって感じ。スクショしてもいい？もうどうぞ、スクショはいつでもしていいんですよ。下向いてるとまつげかわいい。あ、まつげ、そう、まつげね、まつげはいいですよね。最近やっちまった出来事、最近やっちまった出来事、なんだろう、やっちまった出来事、なんだろう、
決まった出来事、あでもなんかご飯気づいたらなんかトマトのスープがこぼれてて服に、そう、その時はやっちまったなって思った。こんばんは。危な。こんばんは。3分前？あれこれ40分から40分までだっけ？あこれ40分までか。ああと3分じゃん。ランキング読みましゅ。13位 YSA73 さん、12位くまくまちゃんあやね大福さん、11位わたあめさん、10位のりあやね大福さん、9位とわさん、8位よしさん、7位なつめあやね大福さん、6位なべ公式さん、5位、ルイクル？ルイクルアットグンマニアさん、4位 S さん、3位お父さん、あやね大福さん、2位あやねゆうたちゃん、あ違う間違えた、ゆうたあやねちゃんのことが大好きですさん、1位江川太郎左衛門あやね大福さんです。ありがとうございます。間違えちゃった、ありがとうございます。ご飯食べてね。ご飯食べる。TikTok フォローしました。ありがとうございます。TikTok ね。TikTok いっぱいいいねつくといいな。TikTok 頑張れ。頑張れ TikTok。私の TikTok 頑張れ。よし、じゃあそろそろ終わりにしようかな。続いての配信は21時15分です。よろしくお願いします。ではまた後で、バイバーイ、またねー、またお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。ありがとう。